you may see a very strange landmark in Nazca, which shows a direction sharp to Lycia in West Turkey of present day. The landmark is a combination of four lines, the lowest of which shows a direction to the amphitheater in Lycia, and the second line from the top to city of Lycia. The right end of the lines is narrower than the left end of the lines. Then what are these lines? What are they it represents? Here is my answer. It is a landmark of ancient Greek music instrument of lyre or harp, a Greek lyre of Apollo, or another name of his is Mitra. ナスカ高原に奇妙なライン群があります。そのライン群は現在のトルコのリシア、つまりリュキアの方向を正確に示しています。4本の線の集まりになっていますが、よく見ると左の端は右の端より狭くなっているのがわかります。つまり一番下のラインはリュキアの円形劇場の方向を示し、上から2番目のラインはリュキアの市街地の方向を示しているのがわかります。ではこのライン群は何を表しているのでしょうか。ここに私林博士の答えがあります。そのライン群は古代トルコの楽器リラ、つまり7弦のハープを表しています。言うまでもなくアポロ、つまりミトラのリラ、つまりハープです。広志林、浜松シティジャパン。ここが重要なポイントですから、もう一度説明します。ナスカ高原にある奇妙なライン群です。赤い四角の部分に注意してください。同じ倍率で下に拡大してみました。共に300倍です。そしてつなげてみるとですね、左の端の方がですね、右の端よりも狭くなっているのがわかります。注意深くご覧ください。つまりこのライン群はですね、ラッパ状に右に行くにつれて広がっているのがわかります。なぜこんなライン群がここにあるのでしょうか。で、そのライン群の一番下のラインはですね、リシアの円形劇場の方向を示しているのがわかります。そして上から2番目はですね、リキアの旧市街地の方向を示しているのがわかります。その間の距離はですね、北東に約30キロ離れています。ではこれらのライン群は何を表しているのでしょうか。右に90度回してみます。で、これはゼカリア・シッチンの表した本ですが、その中の1ページに大変興味深い挿絵が載っていました。右の絵がその絵ということになりますが、赤枠で囲った部分を拡大してみます。で、ゼカリア・シッチンはですね、これは盾ごと、つまりリラであると説明しています。ハープの一種です。あるいはハープの原型となった楽器ということになりますが、7弦のハープということになります。リラです。が、問題はなぜこんなところに、つまりナスカ高原にですね、リラが描かれているかということです。そしてそのナスカ高原のライン群は現在のトルコのリシア、つまりリュキアの方向を示しているかということです。形を比較してみてください。大変よく似ているというレベルを超えて、私林博士は同じと判断しました。が、なぜこんなところにリラが表現されているかですね。で、リラといえばもちろん
アポロということになります。アポロイコールリラ、リライコールアポロですね。ではなぜこんなところにアポロのリラが表現されているのでしょうかということになります。がこの謎は私林浩司のアポロイコールミトラ説を重ね合わせれば何でもない謎解きということになります。つまりアポロイコールミトラであったということになります。逆にこのナスカ高原のこのライン群は私のアポロイコールミトラ説を裏付けたということになります。以前作りました動画をそのまま紹介します。でまず皆さんをトルコのルシアに案内します。今この中心点にあるのがルシアの円形劇場ということになります。旧市街地はこの視点からですね北西に34キロのところにあります。先の上から2番目のラインはその旧市街地を示しています。まあ、これはルシアの円形劇場ということになります。一番下のラインへとつながっています。ミトラの本拠地と考えると分かりやすいということになりますが、一方イタリアの友人のジェラルディさんからこんな情報が届いています。古代においてアポロはですね夏の間はトルコのルシアで過ごし、冬の間はですね現在のギリシャのデルフィで過ごしていたというのです。それが大きなヒントとなりました。つまりアポロはですねギリシャ神話によればトルコのルシアとギリシャのデルフィのあるいはデルポイの間を行き来していたというのです。まあ、現在ご覧になっているのがルシアです。そしてもう一箇所デルポイデルフィですねがあります。で、まあ、イタリアの研究家のジェラルディさんによればですねアポロはこの2つの都市の間を1年の間に行き来していたというのです。つまりアポロイコールミトラということになってくるわけです。これがアポロ神殿です。デルフィのアポロ神殿の跡ですね。つまりこのような形でアポロとミトラがつながっていきますが、それだけではありません。ギリシャ彫刻というのはそれまでの神々の世界を立体彫刻で表した、つまりは神々の歴史書説 by 林浩司を重ね合わせるとですねアポロの顔とミトラの顔は同じです。つまりそのような形でギリシャ彫刻は私たちに神々の歴史を教えたということになります。アポロというのはミトラのことなんだよ、ミトラというのはアポロのことなんだよとです。でその動画はこの後につなげておきますが、ともかくもこの左のデルポイと右のルシアの間をアポロは行き来していたというのです。互いの距離は、まあ、今風に言えばですね簡単に行ける距離ではなかったということですが、もちろん空を飛ぶ神々にとっては何でもなかった距離ということにもなります。右がルシアで左がデルポイですね、英語ではデルフィーとなります。大変よく似ている点にも注意してください。で結論ということになります。ナスカ高原にあるこのライン群は何を表しているかということですね。でゼカリア・シッチンの本の中の1ページの挿絵、多分円筒印象から起こした絵ということになりますが、その絵の中の左上の図に注意してください。それによればですね古代ギリシャのリラはこのように表現されていたというのです。そしてその形とナスカ高原のライン群の形が大変よく似ている点に注意してください。つまりナスカ高原のこのライン群は古代ギリシャの7弦のハープ、つまり
リラを表現しているということになります。つまり古代ギリシャインナスカということになります。ライン群の様子も大変よく似ています。そしてこれらのライン群はですね、一本のラインはリシアの円形劇場を示し、もう一方はリシアの旧市街地の方向を示しているということになります。つまりこのライン群はリシアの方向を示すランドマークということになります。そしてこれがアポロ像です。そのアポロはリラを持っています。なぜリラなのか言うまでもなく、アポロイコールミトラと考えるとその謎が解けます。リシアあるいはリュキアというのは、あのミトラが生まれ育ち、そして最後の晩餐をして天上へ帰っていった都市としてもよく知られています。こうしてミトラとアポロがつながりました。その証拠がナスカ高原に残っていたということになります。 Bye for now。Generally speaking, Apollo is widely identified with Helios, but Wikipedia English writes about Apollo as follows. In Hellenistic times, especially during the 5th century BCE, as Apollo Helios, he became identified among Greeks with Helios, Titan god of the sun. In Latin texts,However, there is no conflation of Apollo with Sol among the classical Latin poets until the 1st century AD. Apollo and Helios Sol remained separate beings in literary and mythological texts until the 5th century CE. 一般には広くアポロイコールヘリオスと考えられています。共に太陽の神ですが、ウィキペディア英語版には次のようにあります。ヘレニズム時代、特に紀元前5世紀の間にはアポロはアポロヘリオスと呼ばれていたこともあり、アポロとヘリオスはギリシャ人の間では同一視されていました。ヘリオスというのはチタン族の太陽の神でした。
アポロはこれに対してチタン族に対抗するオリンピアン族でした。しかしラテン語の文献によれば紀元後1世紀までラテン語の詩人たちによってアポロが太陽神つまりヘリオスと同一視されたという事実はありません。紀元後5世紀までアポロとヘリオスは文学においてもまた神話においても別々の神として表現されていました。広志林浜松シティジャパン。ごく一般的な論文を紹介します。ここに皆さんにご覧いただいているのはその論文ということになります。この論文の5ページ目のところにアポロイコールヘリオス論が出てきます。なぜこのように誤解されたかというと、アポロつまり太陽の神はアポロソル、つまりアポロヘリオスと呼ばれていたところから始まります。この論文の赤枠で囲った部分に注意してください。一番左からマルドックイコールラー、ヘリオス、そしてイコールアポロイコールミトラと書いてあります。マルドックイコールラーですが、マルドックイコールミトラ説についてはほぼ私もそのように確信していますが、今一つ証拠が集まっていません。ともかくもここでアポロイコールミトラ説に注意してください。アポロイコールミトラ説については続く動画の中で説明しますが、問題はヘリオスです。私林博士はギリシャ彫刻はそれまでの神々の世界を立体彫刻という形で表現した、つまりは神々の立体歴史書であると説いています。つまりギリシャ彫刻を丁寧に分析すれば神々の歴史がわかるというわけです。例えば左のミトラ像と右のアポロ像を比較してみてください。大変顔がよく似ていることがわかります。つまりこのような形でギリシャ彫刻はミトライコールアポロなんだよということを私たち人間に教えているということになります。そしてその間をつないだのが中央の像です。中央の像は一応アポロ像ということになっています。フランス在住のセリ・キムラさんが送り届けてくださいました。顔を比較してみてください。そして極めつけは左2つの像の頭にフリギア帽が乗っているという点です。こうしてミトラとアポロがつながりました。すなわち左からミトラ、アポロ、アポロ像ということになります。顔が一致しています。がこれに対してヘリオスは顔が似ていないということですね。左がヘリオスです。中央がミトラです。そして右がアポロです。顔を比較してみてください。これらは皆ローマンコピー、つまりコピーである点にも注意していただきたいんですけども、特に目に注意していただきたいと思います。右2つ、つまりミトラ像とアポロ像の目は全く同じです。今向かって右側の左目を比較していただいていますが、向かって右のアポロ像は左右反転しておきました。で、向かって左側の右目に注意してください。中央のミトラ像と右のミトラ像の目は全く同じです。少なくともヘリオスの目とは違います。こういう点からもアポロイコールヘリオス説には大きな大きな大きな疑問符がつく、イコールアポロイコール
ヘリオス説は否定されるということになるのではないでしょうか。私、林浩司は、ヘリオスもアポロも共に太陽の神だったということになります。もともとヘリオスが太陽の神だったわけですけども、チタン族とオリンピアンの戦いでオリンピアンに敗れたチタン族のヘリオスは、その太陽の神の座をアポロに引き渡したということになります。I, Hiroshi Hayashi, have traveled a long way to find this Greek sculpture, with which I am able to prove that Mitra is Apollo, or Apollo is Mitra. Here is my pleasure to show you a Greek sculpture of Apollo with a Phoenician cap, which depicts that Mitra is Apollo, or Apollo is Mitra. The Greek sculpture has got sun rays around his head, and it shows that he is the sun god. ギリシャ彫刻は、それまでの神々の歴史を示す、つまりは立体歴史書ということになります。その証拠が出てきました。長い道でしたけども、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロという事実を示す決定的なギリシャ彫刻が出てきました。今皆さんが左にご覧いただいているのがその像です。アポロ像です。右もアポロ像です。そして一番左がミトラ像です。フリジャ棒で一致しています。そして右の二つは顔で一致しています。すなわちこの像がアポロとミトラをつないでくれました。すなわち、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロだったのです。そして、この像の顔の周りには、太陽の光線を示す髪の毛が示されています。まさに、太陽の神、アポロ、すなわち、ミトラ、ということになります。Nikolaevich Tolstoy wrote, If you are content with the old world and try to preserve it, it is very sick and cannot hold out much longer. But if you cannot bear to live in everlasting dissonance between your beliefs and your life,
get out of it right now. Here in this video, it's my pleasure to prove that Apollo is Mitra or Mitra is Apollo, together with the fact that Lycia, now in Turkey, was Mitra's birthplace.ニコライヴィッチ・トルストイはこう書いています。もしあなたが古い世界に満足し、それを守り続けているなら、それは気分の悪いものであり、それは長くは続かないでしょう。もしあなたが信じていることと生活との間にいつまでも続く不協和音に耐えられなくなったら、直ちにそこから抜け出ること。この動画の中では、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロ説をじっくりと説明します。同時に、ミトラの故郷は現在のトルコのルキアであることを説明します。広林、ハママシティ、ジャパン。ギリシャ彫刻というのは、それまでの神々の世界を彫刻という形で表現した、つまりは立体彫刻書であると私、林宏は判断しています。それについてはこれからおいおい説明することとして、まず皆さんをトルコのリキアへ案内します。英語読みではリシアと読みます。あるいはリチアと読む人もいます。このリキアはミトラが最後の晩餐をし、そして天上へ帰っていった都市としてもよく知られています。そのリキアです。現在はトルコになっていますが、古代ギリシャ時代においてはギリシャそのものでした。次に皆さんをギリシャのデルポイ、あるいは英語式にデルフィと呼んでいる人もいますが、そのデルポイへ案内します。ここがデルポイです。なぜルキアとデルポイなのか、それを説明する前にまず位置関係を確認しておきたいと思います。向かって右側が、これがルキアです。そして左側がデルポイです。その間の距離は648キロあります。簡単に行き来できる距離ではなかったと思われます。ちょうど距離は東京から広島の少し手前までの距離と同じです。で、そのルキアとデルポについて、イタリア在住の研究家のニコ・ジェラルトさんがこんなメールを送ってくださいました。それによると、あのアポロは夏の間はルキアで夏を過ごし、冬はデルフィーやってきて、デルフィーで冬を過ごしたというのです。これがルキアです。左がデルポイです。大変作りがよく似ている。ということになります。まあ、これは同じ文化圏の建造物ですから、このように似ていてもおかしくはないと思われます。ともかくもアポロはこの間を行き来していたということになります。先ほども言いましたように、ギリシャ彫刻というのは、つまりは神々の立体彫刻書ということになります。例えば、ここでアポロとミトラの顔を比較してみます。
共にローマンコピーですけども、比較してみますと違いがないという点で同じと私、林博士は判断しました。髪の毛を除外してください。で、やや傾きが違うという点がありますが、これら両者は同じで、つまりギリシャ彫刻はこのような形でアポロイコールミトラなんだよ、ミトライコールアポロなんだよということを示しているということになります。まあ、こういう類似点、一致点を基本にですね、神々の世界を、神々の世界の謎を解いていくということになります。まあ、ここが一つの重要なポイントですから、皆さん自身で確認しておいてください。左がアポロ、右がミトラです。同じ神だということですね。それをギリシャ彫刻は立体彫刻書として表現しているということになります。もう一つの例を皆さんにお見せします。ゼウスの母親と言われているレアです。レアです。これもローマンコピーと思われます。それはともかくも、このレアと、そしてゼウスの妻のヘラ、この両者を比較してみますと、全く同じであることがわかります。まあ、帽子とか、衣服とか、そういうのを除外して、比較してみてください。この場合は、髪の毛については、使い回しをしていると、私、林博士は判断しています。つまり、同じデータベースを使って、彫刻されているということですね。まあ、それはともかくも、顔を比較してみてください。今度は、向かって左側のヘラ、つまり、ゼウスの妻と、そして、ゼウスの母親のレア、同じ女性であることがわかります。注意深く比較してみてください。まあ、このような形で、ギリシャ彫刻は、ヘライコールレアなんだよ、レアイコールヘラなんだよということを教えているということになります。まあ、わかりやすければですね、ゼウスの母親とゼウスの妻は同じ神であるということになります。となると、どう考えたらいいかってことになるわけですね。ゼウスの息子がアポロ。アポロとミトラが同じ。そして、ゼウスの妻がヘラ。そして、ゼウスの母親がレアということになります。まあ、親子関係がめちゃくちゃじゃないかというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、それが神々の世界だということです。一応、このような神々の系図が作られています。まあ、これは人間中心のいわゆる人間の考え方による系図ということになります。ですから、まあ、こじつけにこじつけて、親子関係、兄弟関係をこのように作り上げたと、私、林博士は判断しています。中央から下にオリンピアンの、家系ですね。上が、チタン族です。というふうに分けているわけですね。一応その分け方は間違ってないと思います。で、ゼウスとヘラが中央にいます。そしてその上にレアがいます。これはあくまでも人間が作った神々の系図ということになります。神々の世界では恋愛まではどうやらするようですけども、しかしその後セックス、そして妊娠、そして出産ということはなかったようですと林博士は判断しています。つまり仮の親ということになるわけですね。その仮の親のところに子供がどこからか授けられます。そしてその子供を仮の親、父親と母親が育てます。まあ男神は男のような体をした神ということになります。女神は女のような体をした神ということになります。あくまでも便宜上のものです。そしてその仮の父親と仮の母親のもとで子供が育てられます。そして子供はやがてすぐ大きくなり、同時に育ての親がそのまま兄弟になったり、父親になったり、あるいは子供になったりします。便宜上そのような
親子関係になるということです。ですから、このような複雑な関係が生まれてきます。ゼウスの子供がアポロ、ザラスストラの子供がミトラということになりますと、ゼウスイコールザラストラとなります。そして、ゼウスの妻がヘラということになりますと、ザラスストラの妻がアナヒータということになります。まあ、このようにして繋がっていくわけですけども、ここを理解しないと古代の神々の世界を理解することができません。と同時に、ギリシャ彫刻で表現されている神々の歴史というのも理解できなくなります。そこに注意してください。そして、イコールで繋ぎますと、ヘライコールアナヒータイコールレアということになります。つまり、母でもあり、妻でもあり、そして相棒でもあるということになります。そして、アポロイコールミトラ、そして、ゼウスイコールザラスストラということになります。by 林博史です。となると、人間が考えるような男、女であったかということになります。が、それはありません。女性系の体をしている女神でもですね、ついているものがついています。そして、男性系の男の神ですね、もついているものがついていますけども、後で紹介しますけども、はっきり言えば、まともには役に立たない、それを持っているということになります。まあ、ここに今、アフロディティを紹介していますけども、私たちがヴィーナスと呼ぶ神ですけども、このアフロディティたちは皆、このようなものを持っていました。ミロのヴィーナスも持っています。まあ、腰巻きで隠してますけどもね。で、胸があって、まあ、このようなのがついていて、特に大腿部を比較してみてください。まあ、この大腿部。まあ、少しでもスケベ心のある方ならわかると思いますけども、これは男性の大腿部ではありません。太ももに注意してください。つまり、古代の神々は、両性具有であったということになります。これが、ベルガマで見つかった像です。そして同じような像が、いくつか見つかっています。共に、手ますか、皆ついているものがついています。つまり、女性のような体をしていても、このようなものがついていたってことになります。となると、ローマンコピーにはこれがついていないんじゃないかってことになりますけども、ローマンコピーの方ではそうしたものはですね、綺麗に削り落とされています。ですから、ローマンコピーで表現されている女性のそれはですね、ツルツル点であるということになります。それはともかくも、このような形で、まあ、ギリシャ彫刻はですね、古代の神々は、両性具有であったってことを示している。ということになります。向かって一番右にいるのがディオニソース、つまりバッカスです。大きな胸をしてますね。しかし、ついているものがついている。なあち、ひょっとしたら、ディオニソース、バッカスは、女性系の弾痕を持った神ということになります。そして一方、左が、これがグラジエーターです。闘士です。屈強な体して、まあ、頑丈な体っぽく見えますけども、ついているものは、小児と言いますか、少年期以前のそれになっています。つまり、これでは役に立たなかったということですね。これが神々の世界だということです。つまり先ほど言いましたように、恋愛まではどうやらするようですね。イナンナもしています。しかし、その後のセックス、妊娠、出産はしなかったということになります。そうした神々の世界が、こうした、ね、肉体を見ると判断できるということになります。まあ、一番向かって右側の人はですね、これはハーマフロディスっていうのも理解できますし、女性の一応体を持って、まあ、それがついている神というふうにも理解できるわけです。左がトルコのベルガマで見つかった像です。右が私たちがミロのヴィーナスと呼んでいる像です。この両者は全く形の上に置いても同じです。やや時間差を置いてありますから、ポーズが動いてますけども、同じです。微妙な腰のラインなどに注意して比較してみてください。そして、このようなものが立派についているということですね。体は女性系であっても、つまり、ついているものはついているということです。まあ、それ以上言いようがありませんがね。つまり、人間の私たちが持っている、まあ、世界とはまるで違うということを、皆さんここでしっかりと確認しておいてください。これが神々の世界です。で、本論に戻ります。
そうした視点を基本においてもう一度左のアポロとミトラを比較してみてください。つまりこのような形で繰り返しになりますけども、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロだということをギリシャ彫刻は私たちに教えているということになります。もう一度顔を比較してみてください。これら両者は同じです。一応ローマンコピーですから、ギリシャ彫刻はですね、すべてローマへ運ばれ、そこで作られたコピーということになります。多少そういった、まあ、なんて言いますか、制作過程での違いというのはあるかもしれませんけども、基本的には同じです。大変完成度の高い美しい顔をしています。まあ、こういう形でですね、ギリシャ彫刻を手がかりにして、私たちは神々の世界を、あるいは系図を知ることができるということです。アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロということになります。つまりアポロとミトラは同一神であるということになります。そしてアポロはルキアとデルフォイの間を行き来していた。そしてミトラは当然ルキアで生まれ、そして最後の晩餐をして天井へ帰っていったということになります。もう一度最初にお見せしました地図を見てください。向かって右がルキアです。そして左がデルフォイです。距離は648キロあります。簡単に行き来できる距離ではなかったんですけども、言い伝えによると、夏はアポロはデルフォイで過ごし、冬はルキアで過ごしたということになっています。まあ、空を飛ぶことができた神々にとっては何でもない距離だったということにもなります。そして、ミトライコールアポロ、アポロイコールミトラとなりますと、これで謎が解けますね。すなわち、ミトラはルキアで生まれ、そして天井へ帰っていった。と同時に、アポロはルキアとデルフォイの間を行き来していたということになります。デルフォイというのは言うなれば、フリジアの出先機関だったということになります。わかりやすく言えば、県庁所在地のようなものだったんですね。そして、アポロは、盾ごとを持っています。ということで、アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロ説を説明しましたが、最後に、古代ギリシャの音楽ということはできませんけども、古代ギリシャの先方で作曲された音楽を聴いていただきます。では、なぜ私、林浩司がアポロイコールミトラ説にこだわり、またアポロはヘリオスではなかった説にこだわるかというとですね、この謎を解いていくと、結局は古代の神々は一つの点に集まっていくということです。言い換えると、神はこの世界には一人ということになります。その一人の神がいろいろな風に分かれ、そしてそれに人間がさまざまな解釈を加えて、まあ、つまりはバラバラにしてしまったということになるからです。さらに言い換えると、私たちが神あるいは神々と呼んでいる神は元は一人の神ということになります。その神
同志の流れを組む宗教が互いに我こそ正しいと言って争っている姿は神の目から見ればまことにもって愚かしい、あるいはおぞましいということになるのではないでしょうか。そしてその神は大きな流れとなって今の今も私たちの世界を包んでいます。今ご覧いただいているのはアンドレ・リューのコンサートの様子です。そのコンサートの上にはアポロの像が彫り込まれています。まあ、このような形で私たちが気がつかないところ、あるいは無意識でいる世界においてですね、神々は今も私たち人間を温かく見守っているということになるのではないでしょうか。 Bye for now.